さて、整形外科でその何を学ぶかなんですけれども、一言で言うと整形空間ですね。ちょっと今なんだそれはで、いいんですけれども、あとはその整形書道とその性質ですね。これをだんだん学んでいくということをちょっと頭の隅に置いておいてください。で、じゃあどういうことを言ってるかっていうと、例えば我々多分中学校の頃からですね、この倫理一次方程式っていうのを解き方を習ったと思います、皆さん。で、倫理一次方程式っていうのはもともとはそのこういう方程式をですね、この式の右辺や左辺をいろいろ変形させて x イコールなんとか y イコールなんとかっていうふうに解を導くっていうやり方でしたよね。でところが昔の人たち、我々の先輩たちはですね、この線形、連立一次方程式をいっぱい解いていてですね、なんか普遍的な性質があるということにこう気づいたわけです。それは何かっていうと、これよく見るとですね、これ実はその与えられる点をなんか別な場所に移す、写像って呼ばれるものですね、と見なすと、なんかいろいろできるんじゃないかということに気がつきました。どういうふうにやるかというとですね、この 3x、上の方程式の 3x マイナス y っていうのを x 出しておいて、下の方の x プラス 2y っていうのを y 出しておくと。そうすると、x と y に何か数値が入ると、それによって x 出しと y 出しが決まりますよね。そんなふうに、この方程式が実は、その x と y から何か x 出しと y 出しを得る、こう、関数みたいなもんだなというふうにこう見るわけです。で、これをそのベクトルの形で書くと、こんなふうに、そのなんか x ダッシュ、y ダッシュ並べたやつっていうのは、この x3 と1を並べたやつを x 倍して、マイナス1と2を並べたやつを y 倍すると、なんか出てくるよっていうふうな形にこうまとめられるわけですね。で、そういう観点から見ると、この連立次方程式っていうのは、ここにありますように、これが3と1、3、1っていうベクトルですね。3、1っていうベクトルは、この1個目のベクトルです。で、次のマイナス1、2っていうベクトルは、こちらのベクトルですね。で、これを、こう、それぞれ何倍かして足していくと、実はこの矢印がですね、この平面上いろいろ動くんですけれども、で、ここの5、4っていうのは、これですね。だから、この3、1っていうベクトルを x 倍して、マイナス1、2っていうベクトルを y 倍したら、ここの5、4っていう点に行き着けますかっていう問題を実は我々解いていたんだというふうにこう気づいたわけですね。先人たちは。で、こうやってその方程式として計算手続きに置いていたものが、そのこういうなんか線形空間と呼ばれるものの、この線形写像と呼ばれる、関数としてこう見ることになったと。で、このように捉えることによって、いろいろな現象をですね、この線形代数という枠組みで捉えられるようになったということで、で、この授業ではその線形代数をですね、一応基本から学んでいきましょうということになっております。なかなかそうは言ってもですね、最初にいきなりこんなこと言われて、ちょっとピンとこない人もいるかもしれませんので、もしよかったら、この春学期の終わりとかですね、あるいは秋学期、線形代数2、線形代数3と続きますけれども、それが終わった頃にまた、この僕の話をもう一回録画で見てみてください。ということで、線形代数の授業内容なんですけれども、まず春学期は道具の使い方が中心です。計算が中心です。例えば数ベクトルや行列の扱い方ですとか、連立一次方程式の解法と行列の変形の対応。それからあと行列式と呼ばれるものを学びます。あとその行列式を用いる道具として固有値を求める特性多項式ですとか、あと連立一次方程式の解を表現に使うクラメールの公式といったものも習います。でちなみに秋学期の線形代数2と3なんですが、これはその1学期、春学期にやった計算の背後にある道具の仕組みの探索が増えていきます。これは、例えば、その、連立次方程式の背後にある線形写像の定義の性質ですとか、あと線形写像と行列の演算の関係。それからもう、より抽象的なベクトル空間や線形写像。それで線形変換の、固有値と固有ベクトルっていうのを学びまして、例えば固有値と固有ベクトルっていうのは線形写像の、性質を表す重要な指標の一つであるようなことを学びます。とりあえず今は難しいんで、とりあえず、忘れていいです。
で、あと数学リテラシーのと違いなんですが、まあ、あの数学リテラシーでも皆さん、あの線形代数の処方を学んでいたかと思いますが、数学リテラシーはどちらかというと、その写像の概念を学ぶ方が先で、写像の概念の例として、あの一次変換や行列式というのを取り上げておりました。で、これに対して今回の線形代数では、あくまでもこれ、あの線形写空間や線形写像の理論として学ぶというところはちょっと異なっておりますので、まあ、その点ちょっと区別しておくとよろしいかと思います。というわけで、まず、ここまでがですね、その教科書に入る前の紹介です。よろしいでしょうか。